はい、どうもトラ吉の無課金ハオロード12球団編です。今日出るウィンガー、522日目ですね。はい、現在2021年5月13日の、16時19分なんですけども、今回はですね、A ランク自チーム契約書まず2枚を開封しまして、結構したかな、これですね、この2枚を開封しまして、その後に A ランク自チームミキサーを2回やろうかなと思います。はい、まあ結構あるんですけどね、 A ランク自チームミキサー2回だけやろうかなと思います。というのを、ソフトバンクでやるんですけども、狙いの選手はですね、このグラシアル選手です。はい、現在トツ4のね、トツ4の A ランクを、育成中なんですけども、ぜひあと2枚欲しいなと。まあ、グラシアル選手能力的にね、ミート、まあ、S ランクトツ4まで行くんですけども、ミート78、パワー77ということで、ぜひ称号用もねちょっと欲しいんで、あと、まあ、2枚欲しいかなと思いますんで、今回狙いに行きたいなと思います。はい、あとまあ周東選手もね、トツ2までしか現状進んでないんでね、周東選手も来てほしいんですけども、一番の狙いはグラシアル選手狙いに行きたいなと思います。はい、それではまず A ランク自チーム契約書に参りますね。もうこれでね来てくれればいいんですけども、どうかな、はい、こうですね、1枚2枚いきます。グラシアル選手か周東選手、できればグラシアル選手来てほしいです。お願いします、来い、来てくれ、せめて1枚来てくれ。さあとりあえず極みにはしたい。おお早いな、千賀選手、千賀選手まあまあいいですね、えら早かったですね、千賀選手来ました。グラシアル選手か周東選手お願いします。栗原選手はね S ランク持ってないんですけども、これで A ランク結構ありますね、あの枠潰しに今から入れようと思ってたんでね、はい、うん、まあまあ千賀選手はいいかなと思います。はい、はい、それでは A ランク自チームミキサーいきますね。もう枠潰します。ですね、ソフトバンクで結構ねいるんですよね、和田選手この4名、はい、もう全員ソフトバンクで、いきます。この5名で枠5人潰れますんでね、これでいきたいなと思います。はい、グラシアル選手か周東選手、できればグラシアル選手来てほしいです。いきます、お願いします、来てくれ、頼む、これで極みにしたい。さあ誰、おー加山選手か、加山選手か、はいはい、まあ加山選手ね、はい、加山選手か、いやなかなかやっぱり難しいですね、厳しいもんですね、5人潰したんですけどね、うん、どうしようかな。まあもう一回ちょっとねソフトバンクの選手入れますね、中村選手は入れますわ、加山選手はちょっと、うん、加山選手はやめておきます。あとはまあ誰でもいいんですけどね、この辺りいきましょうか。はい、この5名でいきたいなと思います。グラシアル選手か周東選手お願いします、来てくれ、お願いします、頼む、いやなかなか難しいな。さあ来てくれ、グラシアル選手来い、んー栗原選手来た栗原選手か、いや厳しいなもう一回行きますわ。はい、もう予定では2回やったんですけども、3回、もうこれで最後です、これで最後ですね、栗原選手入れます。ちょっと待ってください、もう一回ソフトバンクいや厳しいなおいこの2名いきます。はい、この2名を潰して来てくれよ、もう頼むわほんま。誰かな、誰います、これでいきます、この5名でいきます。もうこれ最後です。はい、3回目ですね、自チームミキサー、当初2回やったんですけども、2回の予定でしたが3回いきます。この5名でいきます、グラシアル選手か周東選手お願いします、
そろそろ来てくれ。さあもうこれで本番最後です。はい、来てくれ。さあダメ。おお、千賀選手かなんか同じ人ばっかり来てるやんまあ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 、千賀選手だったらいいですわいやー残念ですね。まあなかなか難しいですね、ミキさんね。はい、食らいましたね。まあちょっと今回はもうこれでとりあえずやめてきます。はいはい、今回はこんな感じですね。ちょっとグラシアル選手も、シュート選手もね、1枚も来てくれませんでしたけどね。まだまだね、これからまだ狙いますんでね、狙っていきたいなと思いますけども、ちょっとショックですね。はい、まあしゃあないです。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。